安らかに。寒き途中に根ざしたり、大きの餌さえ際を知りけり。飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ？筒の外れにいる女のことです。家族はみんな死んで、食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。またお侍が現れたらしいよ。年寄りで弓を持ってたって。平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが、あの煙、焚き火ではない。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。
まで逃げてきたのか。赤い陣か竜像、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を折ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのかみんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。シーズベルタエリオット。駒田の裏に話してやる。一人も残すな。ご視聴さまらんぞ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ愛も変わらず強引だな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。7つ前の
長岡での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ、命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われたな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。しびれてきたな。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ、ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと身に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。
申してみろ。コモダからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。竜像は墓におるはず。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし筒も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。
合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。ここじゃないな。あっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。
仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。騎兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくとは。火に気を取られるからな。音を立てるなよ。どうしよう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったのか。昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもな。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。
来た。殺せ。내게 좀 할 수 있다. この兵力さ、竜蔵と話そう。この船にもないか、何かあるはずだが。
けてたまるか。助太刀なんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。どうしよう。実質は俺たちの食い物が。竜像、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。今回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならお前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のように